つなんてマッドな野郎だ。六発どころじゃねえじゃねえか。嘘つけ。やべえ、逃げろ。とにかくごめんなさい。今度卵食う時は100回謝ってから食え、ダホが。だぞ。やっちまった。今度こそ絶対絶対優等生になろうと思ってたのに。え、俺はミドルスクールの頃とにかく荒れてて、しょっちゅう学校をサボって毎日喧嘩に明け暮れてた。先生の名前は呼び捨て、悪い先輩とつるんでたし、髪の毛もめちゃくちゃ脱色してた。マジカルホイールで峠も攻めてたし、魔法を使えない奴に魔法でマウントを取ったりする、どうしようもない悪だったんだ。今時なかなか見ないくらいテンプレな悪なんだぞ。でもある夜、俺に隠れて泣きながらばあちゃんに電話してる母さんの姿を見ちまったんだ。自分の育て方が悪かったんじゃないか、片親なのが良くなかったんじゃないかって。そんなわけねえのに。母さんは何にも悪くねえ。悪いのは全部俺だ。だから名門ナイトレイブンカレッジから迎えの馬車が来た時、すげえ喜んでくれた母さんを今度こそ泣かせないって決めた。俺は今度こそ母さんが自慢できる優等生になろうって決めたんだ。なのに、ちくそ。でもよ、全部我慢するのが優等生なのか。え、俺様だってさっきの不良どもにはあと10発くらいパンチしてやりたかったんだぞ。その前にお前がやっつけちゃったけど。お前たち、そっか。ひよこも安らかに成仏してくれるような。お、帰ってきた帰ってきた。ずいぶん遅かったじゃん。それじゃ一気に仕上げよう。